皆さんどうも、スパーキングの外アイくんとたーちゃんです。今回は JR 新大阪駅に来ています。はい、ボケてるな。あ、まあ、なんかそうです、今新大阪の車庫か、はい、車庫に来ています。で、今回はあのはっちゃんのトイカを買いに来ました。はい、イエーイ、はい、イエーイ。ということで早速地下に潜っていきましょう。ということで、新幹線の切符売り場にやってきました。イエーイ。で、それでトイカが買えるところは、中央窓口でございます。それでは行きましょう。レッツゴー。ではこちらの窓口に入っていきます。あ、すいません、はい、トイカ欲しいんですけど、はい、1枚ですか？あ、そうです。はい、500円がデポジットで、実質使えるのは1500円になってますが、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。領収書はどうしましょうか？お願いします。わかりました。お願いします。開けといて大丈夫ですか？今の領収書になります。ポイントまっすぐに。こちらです。ありがとうございました。ありがとうございます。え、ということで買いました。一回外出ましょう。はい。まあ、改めまして、はっちゃんのトイカを買いました。イエーイ。イエーイ。それで、じゃあ領収書をお出しします。あ、ありがとう。じゃあ大切に使ってください。はい。それで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価の方をしてくれると嬉しいです。スパーキングのスパと、アイくんとハイちゃんでした。ここからはおまけ動画になります。イエーイ。で、おまけ動画は記念イコカのウエスターポイント登録、 IR 石川鉄道と愛の愛の風と山鉄道のウエスターポイント、まあ、またのイコカポイントを登録したいと思います。はい、もちろんそれは愛くんのですよ。そうです。そう、俺はごく一般的な絵だからね。一般的なごく一般的なただ、ね、来ました。はい、最初に愛の風です。次にお願いします。で、ポイント登録をします。で、完了です。で、次にもう一回します。もう一回登録します。次は何だっけ、名前 IR 石川鉄道。そうそうそう、のボタンをお選びください。IC カードをカードリーダーの変更します。これ以上です。ご視聴、はい、ありがとうございました。